こんにちは、亀山ライダーです。大垂水峠の動画を見てくれた方ありがとうございます。道志道に到着しました。心配してたんですけれど、県道76号線無事通れました。はい、ということで次はですね、この道志道をあと何キロだっけな、はい、あと 5.7 キロぐらい進みます。でそこにですね、林道野原線というのがあります。舗装の林道なんですが、ちょっと面白そうなところがあるんで、そこに行ってみたいと思います。台風があってからは初めて来てますね。前回来たのは あれか、まあちょっと紅葉してて綺麗ですね。いい天気だから本当はな、その通行止めなくなってくれるといいんだけど。あともう 1.3 キロってことで、向こう右側なんだよね。ちょっと後ろに車来てるけど大丈夫かな。普通そんな右折なんかしないから、なんか突っ込んでこられないかちょっと心配なんで、どっかで譲っちゃおうか。よし、ちょっとここで譲っちゃおう。あそこ、あ、ここです、ここですね。はい、あ、通行止めだよ。これはどう考えてもやばいな。はい、林道野原線起点ってことで、ここから入っていくつもりだったんですけれど、通行止めってことです。あれですね、もうちょっと先にもう一本入り口があるんで、そっちに回ってみようと思います。1キロ先に同じ道につながる入り口があるんで、そこに行きます。ですね、そこかな、そっちか、なんか出てるような気もするな。どうなんだろう。はい、こっちですね。あ、でも入れるな。路肩決壊のため全面通行止めとは出てますが、全面通行止めとは出てるんだけれど、多分行こうと思ってるとこまでは行けるんじゃないかなと思います。というわけで行けるところまで行ってみます。これも林道だと思うんだよね。あてら沢線でいいのかな。これ沢があるし、ですね、さっきのところも舗装なんですけれど、ここも舗装のはずです。ずっと出てはいるね。はい、この道路はこれより峠まで次の事故に注意。まあいつもの通りです。まあ林道だねこれ。はい、じゃあ行ってみます。あ、通行止め、なんかしつこく出てくんだよな。ですね、行こうと思ってるのはさっき看板に峠と出ていたところです。名前は源道峠です。あと 1.2 キロってことです。いや確かになんかあちこち崩れてて、これ舗装っつってけど、カブで走るとオフロードみたい。あ、水流れてる。はい、小さな洗い腰ですね。あれを俺沢あたり沢あたりとかでよく騒いでましたけれど、あれは洗い腰って言うんだそうです。あ、なんかすごいいい景色になってきたでしょ。そうなんです。亀山、お前そんな峠に行ってどうするんだよっていう声が聞こえてきそうですけれど、すごいですね、いい景色が見えるみたいなんですよ。これか、これだね。今のだろうな、路肩崩壊。うわぁ、こっちは砂だな。そっちの方がいいかな。すっげえ切り通しになってます。もうすぐ頂上のはず。はい、あ、ここだ、ここですね。あ、やっぱりこっちで止めてるもんね。
そこがさっきの野原線ですね。でこっちが阿寺沢線で、だ多分あそこ杭が立ってんでしょ、阿寺沢線なんじゃないかなと思うんですよ、こっちずっと、そういう道です。ですごいのは右側です。はい、富士山。また雲かかってんなって感じだけど、まあでも今回はちゃんと見えるでしょう。ここがですね、あの富士山の隠れビュースポットってことなんですよ。よし、ちょっと写真撮ろうか。はい、いいじゃないですか。玄道峠です。はい、見てください、雲晴れましたね。ちょっとお昼食べたりしてたら雲晴れました。すごい綺麗に見えてる、よかったです。はい、ということで玄道峠でした。それじゃ帰ります。まあここはそんなに人が来ないですし、綺麗な富士山が独り占めできますんで、おすすめです。というわけでこの動画はここで終わります。もう一箇所行きますんで、よかったらそっちも見てください。ご視聴ありがとうございました。亀山ライダーでした。バイバイ。なりたい自分なれのライフ構造、いつもいっちゃ夢